体操女子で16年リオデジャネイロ、昨夏の東京と五輪2大会連続出場の杉原愛子、22イコール武庫川女大、座18、19日の全日本種目別選手権、東京体育館で競技生活に一区切りつけることが8日、分かった。杉原は高校1年だった15年の NHK 杯で初優勝し、同年の世界選手権代表に。翌年のリオ五輪の団体総合ではメダルにあと一歩と迫る4位に入った。17年には平均台の足持ちに書いたターンが杉原と命名された。全日本種目別がラストダンスとなるが、体操に対する愛は不変。私の中では引退という言葉をあえて使わず、一区切りという表現にしました。今大会後も体操人として体操の魅力を多くの方々に知ってもらえるようエキシビジョンなどを通じ競技者ではなく演技者として活動を継続していきたいと考えています、とした。